というわけでね、今日は、ポークラーメンね行こうかなと思います。懐かしのお店ポークラーメン、もうねこの辺ではかなり、有名な、スポットとなってます。ラーメン、餃子、ポーク、よっしゃ。すいません、ごちそうさまでした。ありがとう。あ、なんか移転したするって聞いたんですけど、しないですよね。もうちょっと。あ、するんですか。ただ、顔が本当に多いんだよ。あ、ほんまですか。ごちそうさまです。よし。というわけで、ごちそうさまでした。もうなんか一瞬で終わりましたけど、一瞬で食べる、感じではありますね。なんだろうな、もう閉店するとかね、閉店しないとか移転するとか聞いたんですけど、移転するらしいですね、本当に嘘じゃないかっていう話もあったんですけど、さっき聞いたらね、
移転するんですけど、いつしようか迷ってるっていうような感じでございました。いやでもね、ポークラーメン美味しかったです。なんか酔った時に食べたいラーメンかなと思います。まあ、でも 朝方までやってんで、ぜひ酔った方、酔った方じゃなくてもいいですけど、興味ある方行ってみてください。懐かしのね、お店ということでご紹介させていただきました、ね、おっちゃんもなんか相変わらずで良かったですけど、最後の50円サービスしてくれるというね、嬉しかったです。というわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。